合6人だけます真夏の神奈川一本勝負になります。大原はじめの出身地川崎市カルツ川崎にて1年ぶりのプロレスリングノア開催。まずは会場を盛り上げてもらいましょう。フィフティファンキーパワーズ、そして妙にこの2人と相性の良いロッキー川村の入場です。ファンキーパワーズはモハメドヨネ、そしてクワイエットソーム、先頭に入ってまいりましたロッキー川村、今日もシルバーのガウン、そして赤いボクシング競技姿です。その後ろからフィフティファンキーパワーズの2人、サングラスをかけた先頭にクワイエットソーム、その後ろからモハメドヨネです。川崎大会は初参戦、大人気ロッキー川村、王者フィフティファンキーパワーズ、青コーナーはこの3人です。はい、ありがとうございます。7.21 青森大会では GHC タッグ戦線に動きがありました。王者アクシス中島塩崎が挑戦者清宮谷口を退け、新たに斉藤明俊と井上正雄が次期挑戦を表明しています。そのタイトルマッチが行われる1週間前のこの川崎で、まずは斉藤明俊、井上正雄、そしてタッグ戦線を戦った谷口周平、赤コーナーの3人として登場です。先頭から入ってきました花道、その道を行くのは谷口周平、その後ろからダークエージェントの2人、井上正雄、そして死神斉藤明俊です。なお改めて絶好調谷口周平、川崎をも正雄ワールドに変えてしまうのでしょうか。井上正雄、斉藤明俊、去年に続いて GHC タッグのベルトを狙う斉藤明俊、シンバル、プロレスリングノアカルツ川崎大会第1試合6人タッグマッチ20分一本勝負で行われます。放送の解説スポーツライターの佐久間和彦さんです。佐久間さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、まずこの赤コーナーのダークエージェントの2人はもう GH タッグに挑戦するというところで、はい、まあ気合が入っているでしょうね。そうですね、もうすぐですからね、8月4日ですから、はい、まあ、ここの戦いではね6人タッグですけど、2人の連携を確かめながらも結果を出していきたいところですよね。まあ、そしてその2人とタッグを組むのは絶好調の谷口周平というところですね。はい、そうですね、谷口もねベルト挑戦でダッシュはならなかったですけど、ここでね勢いを止めるわけにはいかないですから、そういった意味でもね超いいファイトを見せたいですよね。まずは先発は谷口周平、そして青コーナーサイドはモハメドヨネがリング上です。まずは体の大きな2人がロックアップという形で始まりました。押し込んでいくのは谷口周平の方です。まあ、谷口は三沢光晴さんのメモリアル大会で何を隠そう丸藤直道をシングルで破りましたからね。はい、そうですね、まあ、そういう、ね、結果もそうなんですけど、はい、ファイト自体も、ね、非常に堂々としていますし、あの変形の、ね、こうチョーク固めのような、ね、締め技が新たに決め技を見つけてからさらにこう良くなった印象はありますよね。そうですね、まあ、本当にまあこのここは一度フェイントを見せてからそれを倒していったのは谷口周平。ここはたまらず青コーナーサイドにモハメドヨネはエスケープをしていきます。ここはタッチがかわされるでしょうか。赤いグローブに右手でタッチをしました。そして入ってくるのはロッキー川村。お、会場からロッキーの声が上がっています。この軽快なボクシングのステップですね。そうですね、やっぱりこう参戦してで回数もね今もう増えてきてますから、はい、だいぶノアのファンにも馴染みが出てきてますよね。ロッキー川村がこのノアの大会に初参戦したのは今年の 4.17 後楽園大会です。はい、おー、ここは斉藤明俊が出てくるようです。あ、いや、しかしここは井上正雄が出てきました。はい、この顔合わせはねもう毎回のように実現してますからね。井上正雄ゆっくりと
マサオコールを背に浴びながら今ニュートラルコーナーサイドからリング上入ってまいりました。さあパンクラスイズム横浜所属2度のキングオブパンクラシスト、もうこの総合格闘技の世界ではその実力もう広く知れ渡っているロッキー川村、この軽快な右のリードジャブ、あっとちょっと画面取られたか、そしてボディ、いや井上はねやっぱりこう叩きがいがあるんですよね、おそらく、こうねちょっと得意とする選手は井上をめった打ちにするのが皆さん多いですし、はい、ロッキーもパンチをね打ちやすいんでしょうね。これはここもまたボディーブローです。そして顔面フック、これは崩れ落ちました。この冷凍肉を殴って殴って鍛えたこのパンチ力、まずは井上正雄の顔面そしてボディを捉えていきました。こっちがボイブレイクブレイクコーナー、まあ、こうやってパンチスタイルという中に対して、まあ、井上正雄がどう対抗していくかですけれども、はい、井上今この様子ではありますけれども来週には GC に挑戦するわけですからね、はい、そうですね、まあ、やっぱり井上の場合はこうやられながらもリズムを作っていくというところがありますから、まあ、実際こう劣勢に立たされていても、ね、隙をついて丸め込む、あるいはこうサミングなんかで、ね、流れを変えるとい こうインサイドワークも持っていますからね、はい、やられているからといって相手のペースというわけでもないんですよね。さあこのように顔面をかきむしっていきましたが、クワイエットストームのショルダータックル倒されています。まあ、一見こう井上正雄がやられているように見せながらも何かこうダメージをどこかで吸収しているような、徐々に徐々にこの会場を含めてリズムを作っていきますよね、井上は。そうですね、やっぱりこうねファンに応援されるというのも一つの才能ですし、井上の場合にはねこう正雄コールというのは非常に起こったりですね、一気に自分のリズムになりますからね、そういったところで対戦相手は戦いづらくなるということもありますよね、うん、ここは連携を見せていっているのは50ファンキーパワーズクワイエットストームとモハメドヨネです、まあ、ただ一見、この挑戦者というところでダークエージェントの2人に注目がいきますが、モハメドヨネとクワイエットストームも GHC タグのベルトを2回巻いてますからね、はい、そうですね、この2人も当然実力はありますから、まあ、チャンスがあればタッグ戦線に行きたいですよね、今年のタッグリーグの時には、ね、ストームの、まあ、欠場によって上への道が閉ざされてしまったということもありますから、まあ、こういったところで、ね、次期挑戦者あるいは前挑戦者ですよね、ちょうど対戦相手が逆コーナーにいますから、ここで、ね、自分たちの存在感を見せておくことは次へ確実につながってきますよね。まさしく、まあ、今年のグローバルタッグリーグではそのリーグ戦の途中で脳震盪という形でクワイエットストームが欠場となりました、まあ、そのクワイエットストームの欠場となった代わりにピンチヒッターとして登場してきたのが青コーナーサイドロッキー川村でもあります。さあここはアピールをしていくモハメドヨネ、井上正雄ここはしっかりと捉えています。ここは井上にターゲットを絞りましたかね、青コーナーは。そうですね、まあロッキーのあーっと脳天へのパンチだ、これは対抗していく、対抗意識が強い井上正雄、やっぱりね赤コーナーサイド谷口絶好調ですし、斉藤もね実力がありますからね、うん、まあ、狙うとしたらやっぱり井上という形になるんでしょうね、うん、さあここは顔面迎撃していきました。さあそしてセカンドロープから飛んでくるショルダータックル、勢いのある攻撃決めました。そして入ってくるのは谷口周平だ。ただいま5分が経過しました。青コーナーをカットしていきます谷口です。1人で3人を押しのけていく形、ボディスラムで叩きつけた、もう一度ボディスラム、あクワイエットストームの上に、そしてロッキー川村も入ってきた、しかしこれもこれもこれもボディスラム、大暴れ谷口周平、そうですね、やっぱりベルトを、ね、逃しましたけど、はい、かといってこうテンションが落ちていることはないですね、うん、まあ、今はこのノアを引っ張る GH 王者であります清宮と この共闘というのがありますからね、はい、谷口はそうですね、それだけ いいですね、はい、今のエラリアットも勢いがありますよ。このノアを引っ張っていくんだという気持ちをどんどんと高まっている谷口周平、クワイエットストームを捉えますが、ここは対抗するクワイエットストーム、しかし今一度叩きつけていきました、スパインバスターの体勢、モハメドヨネターンバックを叩いて会場を盛り上げました。行きます行きますという声はモハメドヨネから、ニュートラルコーナーから対角宣言、強烈ダリアット。さあこのもう一丁の声、ダリアットこれは切り返して、しかしもう一撃、お谷口のエルボー、もう一撃だ、このエルボーも重いんですよね谷口は。いいですよね。さあここは真正面からのぶつかり合い、
反動をつける、ラリアット真正面で、いやヘッドバット、肩口、しかしエルボー、さあこのハンマーだ、アイキック、しかしこっちで倒れない、両者ダウン、場内から両者のファイトに拍手が送られます。さあ立ち上がるのはどちらか、一気に流れをつかむのはどちらか、赤コーナーでは斉藤が呼んでいる、谷口交代できるか、さあここはまだタッチは成立していない、タッチは今試合権は井上正雄に移りました。そして斉藤明俊が青コーナーサイドカットに行く、そしてフォールに入る、カウント2返しました。これは井上正雄決めるんですかね。これね、米も実力者ですからね、それは許しませんよね、簡単には。あーっとこれは正面で片足飛びのドッキックです。ロッキーが入ってくる、あっとこれボディ、一瞬やめてくれというようなリアクションを見せた、しかしボディ、もう一撃、さらに一撃、ちょっと何発も食らってますよこのボディ、かなり食らってますからね、厳しいですね、ここはたまらず斉藤明俊カットに参ります。お、これ腕を捉えて、さらにボディダブルで両者をコーナーに据え付ける、狙ってボディボディボディ、連打連打連打、一撃重い、さあ来るのか、フィニッシュブロー、俺に来い俺に来い、斉藤明俊は言った、俺に来い、ロッキーは行く、その左、井上正雄、佐藤さん何かお約束のような気もしますが、これは正雄行け、いや井上はやられて光る選手ですからね、ここからですよ。さあここでもまだ井上はスタミナ、そしてダメージどうか、一気に照準を井上に定めた、顔面を捉える、エルボー胸板へ、クワイエットストームは顔面叩きつけていきます。そしてエイドリアンの声を上げながらのボディへの一撃、これは重い、カウントが入る、カットは谷口そして斉藤です。危なかったですね、ちょっとこれ井上苦しいですね。そうですね、かなり集中攻撃受けてますからね、はい、ここはなんとかカットに行きたいところですが、完全に分断されてますからね、そしてここはロッキーが決めに行くか、ロッキー川村のその左の拳、顔面へワンツー、そしてあーっと足を払っていった真剣道の形です。エイドリアンのアピールから、お、かわしたかわした、井上正雄警戒、さあセクルです、そして後ろから丸め込む軍、スクールボーイ3つ入った、決め切った井上正雄、一瞬の隙、そしてダークエージェントの連携、これはね斉藤井上の勝ちパターンの一つですよね、斉藤が的確なフォローをして井上が丸め込むという、これはやっぱり井上が劣勢になっているともう相手はいつでも勝てるという空気になるんですよね、そういった油断をねついていくというのはベテランの技ですよね。9分28秒スクールボーイで赤コーナー斉藤明俊、井上正雄、谷口周平が勝利を収めました。いやこの試合斉藤は一度も試合権を持たずしての勝利ですからね、それも作戦でしょうね、そうですね、まあ、正雄行けという形で井上を最前線に出していたんですよね。これはやっぱりもう来週に迫っているタイトルマッチを睨んでやっぱり井上のね調子を上げていこうということもね、考えた上での戦い方のような気がしますよね。なるほど、来週8月4日後楽園ホール大会、斉藤明俊と井上正雄がアクシス塩崎そして中島、このチャンピオンチームに挑みます。ダークエージェント、もうキャリア30年近いこの両者が一体どんなファイトを見せるのか、そして谷口周平とともに勝ち名乗りを今受けました。今握手を交わします。いや井上はただやはりかなり苦しかった試合だったようですね。もうだいぶ押されてましたからね、さあこの2人です。さあ今ベルトを取るとアピールをしました。いやお前も気合を入れるぞというような形で背中に一発張り手を加えました斉藤明俊。さあダークエージェント来週タイトル奪取となるのでしょうか。8月4日の GHタッグ選手権を前に、
弾みつけた形になりましたけれども、井上選手どうして。まあ僕的には今日みたいな試合は勝ちパターンなんで、はい、僕がやられればあと斉藤さんが決めてくれるんで、はい、今日ね見てるお客さん的にはねあれかもしれないですけど、僕的にはもう完璧な勝ちパターンなんで、はい、やっぱりタッグとして役割分担がきっちりしてるっていうのはしっかりねあれだと思うんで、僕らはその辺は斉藤さんが決め役で僕はつなぎ役なんで、その辺しっかり役割分担があるので、僕はその辺も、ね、周りの人がどう見ようが僕はもう勝ちパターンだとそれは思います。はい、斉藤選手かなり今日は井上選手に託していたように見えましたか。いやそうですよね、あの本当はね内心的には前哨戦もないこんなことはね本当はイライラしてるけど、でも井上正はプロなんだよ、やっぱりこうやってねお客さんを喜ばしたりなんとかっていう、もう実際にねアコーロスと一緒、今ヒルアンドンだけどね4日はオーラ行くって、もう本当にねあのニコニコ楽しくは今日まで、ああここでスイッチ入るか俺と正は。旗揚げ19周年というのもあります、旗揚げ時代から出ているメンバーとしてタイトルマッチの意気込み井上選手教えてください。やっぱりねそこはやっぱ特別なもんだし、旗揚げ記念まあね思い起こせばやっぱあの旗揚げの時代のねノアの勢いをやっぱり取り戻したいですよね、はい、それはやっぱりきっかけにするためにね何としても4日はやっぱり勝たないと。